います。原発の時に子どもたちを避難させるために頑張ったパパ、野次健徳さんです。お願いいたします。皆さんお疲れ様です。北区の堀船というところから来ました、野次と言います。毎月6日、北区の中で農房北区アクションというのをやらさせてもらってます。最近皆さんなんか冷めてませんか？なんか反原発の空気、気持ち冷めてませんか？冷めてるのはうちの夫婦仲だけで十分です。皆さんここにいられる方は周りが冷めれば冷めるほど熱くなる人たちだと思います。今いろんなお話聞いて僕もまた熱くなってきました。この周りがなんか冷めちゃってるのかなっていう空気も5年経って出てきてるんだと思うんです。それを僕らは続けていってかつ温めていかなければいけない。この原発の危険なこと、それから沢井さんの話にもありましたけども、原発そのものが矛盾を秘めてる、それが置かれてる日本そのものが矛盾を含んでるんだと思います。そうしたことをこの後パレードやりますけども、どん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 広めていって話していって、またここに来年もっと多くの人数で集まれるように頑張っていきましょう。また1年間頑張っていきましょう。よろしくお願いします。ありがとうございます。